シュトモシチャンネル。こんにちは。こんにちは。理科の解説動画になります。首都圏模試センターの野尻と申します。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。首都圏模試センターの立石と申します。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。さて、立石さん、はい。理科はですね、51点ということで、まあ、半分ぐらいの平均点だったんですけども、どうですか？そうですね、これ僕はね、この日すごい台風が来るか来ないかっていう瀬戸際だったと思うんですよね、この日の受験で。で、やっぱり四角二の、やっぱ天気図ですかね、僕、これ、今回は、ここはすごくいい勉強、皆さんも多分ね、模試があるので、どうなったかなって結構天気図のことで、テレビとかメディアとかで結構、今回に関してはすごく話っていうか話題になってたと思うので、この辺はちょっとしっかりと、今回の件でもしかして覚えられたとかできるっていうところはあるんじゃないかなとは思うんですよね。で、まず、カッコ2番ですよね。ね、本当だったら関東にね、直撃するかって言ったところで、ずっと、東海沖とか、これずっと止まっていたよって言ったところだったと思うんですけれども、これは、なんでかって言ったら、ちょっと偏西風に乗れなかったって言ったところがあったんですよね。なので、ね、台風がこうやってちゃ、乗るっていうか、ちゃんと進路の方に行くっていう場合は、偏西風を、の偏西風にしっかりって言っちゃあれなんですけど、乗るっていうところで、カッコ2番は、偏西風というところを、まあ、答えになるんですけど、こちらをちょっとしっかりと覚えてほしいかなと思います。で、あとは、カッコ3番も、それこそ、台風のこの予想図とか、そういうのを皆さん見たと思うので、ここもできたかなと思います。まあ、できなかった方は確認をぜひしてくださいっていうところですね。で、カッコ4番の天気図ですよね。この天気図に関しても、これが確か天気が曇りで風向きは北だよって北の方に出してるよっていうところで、この天気図で、いつも僕皆さん勘違いするんですけれども、これ解説を読むとわかりやすいんですけれども、まあ、快晴、晴れ、曇り、雨、雪っていうふうに、分かれてるんですけれども、雲の量を、まあ、例えば空の、大きさを10としたとき、雲の量はいくつあるかなって言ったところで皆さん測るんですけれども、晴れの日は雲の量は2から8ということなんで、8割ぐらい雲があっても天気図は晴れなんですね。ここは、もしかしたら入試問題等 で問われるときがあると思いますので、ここはしっかりと理解してほしいかなと思います。で、カッコ5番なんですけれども、カッコ5番も、これは、反時計回りに風向きがこうやっていきますので、答えは2なんですけれども、ここもちょっとしっかりと見てほしかったかなって言ったところがあります。で、あとは、まあ、皆さん本当に今回よくできてるんですけれども、このモーメントのところで、四角4番、天秤のところで、青は結構正答率が良かったんですけれども、イとウですよね。イとウに関してが正答率が非常に低かったので、まあ、X の時に60動かして、60だよったら、まあ、60×4 で240になりまして、8っていうと、3なんで割る3にすると、まあ、イは 80g だなってわかると思うんですよね。その後に、イと、あと、60g と、イを足してあげれば、答えが解けたはずなので、ここに関しては、この正答率以上にできててもおかしくないかなと思います。なので、基本的には皆さん、今回に関してはよくできてるんですけれども、この辺は、モーメントの、天秤のところはできなかったところはどこまでできるかっていうのをもう一度確認していただけるといいかなと思います。あとは、ちょっと早いかもしれないんですけれども、知識系に関しては、首都モバイルがありますので、例えば四角一の植物ができなかったとか、そういった場合はそちらをぜひご利用していただければいいかなと思います。私の方は以上です。はい、ありがとうございます。そうですね、まあ、台風の頃は日本自体が、まあ、台風は結構多く来る国なので、毎年被害があったりとかあるので、まあ、出やすい分野でもあります。で、あと
まあ、四角二番の中で、まあ、私の方でちょっとやっといてもらいたいなと思っているのが、括弧7番ですね。この複数の資料を読み取って答える問題。こういったものがですね、まあ、理科ももちろんそうなんですけども、社会も非常に入試問題で取り扱われるようになってきてますので、ここができてない、受験生の方は、もう一度、復習しておいていただきたいなと思います。では、理科の、解説動画を終わりたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。